まあ、コロナもあってちょっとこう社会風とかね、世の中的に暗いムードなんで、特にそれもあってみんなそういうワクワクしたいっていう、街に住んでる人間としてもなんかこの街を良くしていきたいなというか、その手段というか方法として壁画っていうのはすごい分かりやすい形になっていくし、物質的に街も変わっていくしっていう意味ですごい手応えを感じてますね。はい、この壁が見えてきました。おー、毎年6つ6つ6つとかね増えてったら、まあ、2、30個、2025年までにこのエリアの壁が増えるとかっていうのはちょっと一つの街がなんか大きく変わりかねへんなんか動きやと思うし、やっぱりそのこの土手上がったここから梅田の方を見た景色が僕にはやっぱこうニューヨークのブルックリンから見たマンハッタンというか、重層ブルックリン化計画っていうのは自分の中で柱としてこっちに移り住んでから常に思ってたことなんで、未来っていう意味では若い世代がそのねこのエリアをどんどん盛り上げていくべきやと思うし、日本ならではのあり方で壁画文化が成熟していけばいいなと思いますね。